うん、いいよ。はい。こちらまで行かれます？あ、あ、これは。はい。あ、だから交差点、2名様。そうです。じゃあ、連絡バス使います。フェリーターミナル行きの連絡バスって出てるんですよね。200円かかるんですけど。使います。はい。これ乗車券は降りるときお願いします。あ、はい、わかりました。はい、荷物はそのまま持って上がってください。わかりました。おはようございます。こちらまで結構あるよ。本当だからどれぐらい？3時間？距離はわかんない。で上がってここからフェリー乗り場から乗るから結構だね。ちっちゃい、めっちゃ意外にちっちゃいね。うん、すごいちっちゃい。だって見て、これどこら辺でここ行ったことないけどない。へぇ、豆粒だ。こっち気になってしょうがないもんね、うん、これもね、全然違うとこ見ちゃう。ルモイ、でもなんかいろいろあれっぽい資料館。でも違うんじゃない。あ、でも一緒だ。 あるんだ。でもそっちは行かないのかな。じゃあこれからの行き先のルートを確認しましょう。わかりました。行き先のルート出ていくんだっけ。ここからうん、こう行ってこう行って、こう行って、そうだね、こっから乗ってでフェリーだね。結構距離ある。うん、おはようございます。トゥートゥーマリジョンします、小畑です。よろしくお願いします。ご案内いたします。あ、本当だ。あれ、それどこに。全ての座席でシートベルトの着用が義務付けられています。展望台から見るの。声が叶うからね。このバスの非常扉は、私もう鬼が食べた。右側の後部にございます。非常扉の開け方や緊急時の対応方法は座席の前ポケットに備えておりますので、必ずご一読ください。次に車内の装備についてご案内いたします。このバスでは非常デジタル放送、ラジオ放送をご用意しております。座席の前ポケットに備え付けられたイヤホンを。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 OK ですか。着いた。はい、乗りますか。どうぞ。これからフェリーですよ。うん、酔わない。怖い。怖いよ。めっちゃ楽しみでしょ。しかもなんか晴れたし。
確かに、うん、さっきまでね、曇ってたけど寂しいもん。雨女らしいけど。雨女なの？雨女らしいかもしれない。ちょっとフェリー初でしょ。初めて、人生初。うわー、ワク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 、楽しみだね。後で揺れませんように。あ、もう海の匂いがする。水を、空気がいい。フェリーですよ。フェリーですよ。初のフェリー。意外に大きかったね。ちょっとね、すごい人いっぱいいた。行きましょう。行きましょう。どっちから。